せーの、にきちゃーん、つる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 。はい、アップアップガールズ学校にきの島田キリアとバン、つるるるピー、カリシマヤです。お願いします。ということで、本日のにきラジオはこの二人でお届けしました。はい、のほうちゃんにの代打でありがとうございました。ハッキーいいんですよ。ありがとうございました。ありがとうございます。こんなんですいません。ということで、ね、今日読みきれなかったお便りがいっぱいあるということで、みんなありがとうございます。はい、読んでいきたいと思いますが、はい、こちらいいですか。読みたい。1通目、もうカジさんの強い強い願望で、これ読みたい。先週のかもしれない、ごめん、絶対やりたいの。お便りをちょっと読ませていただきます。はい、ラジオネームドナルドさんからいただきました。佐々木ほのが任せ色そばよりです。読まなかったのに読みましたね。そういう名前がおもろいから OK。 はい、お便り、ツアーで食べたい食べ物はあるのかい、ないのかい、どっちなんだいっていうことです。どうですか。あるー。嘘、うちはふわあるー。それでは続いてのお便り。言わないんかい。そういうお便りだ。あ、そういうやつだ。あ、そっか、ある。でも広げたい。あ、いいですよ。いい、何が食べたいかでしょ。ママドール。福島の大好きなママドール。でもこの間もなんかちなちゃんさんからお土産でいただいてませんでした。買ったの。あ、買った。買ってきてって言ってお金払った。ちゃんとお使いだったんですね。お使いしてもらっちゃった。え、でももう食べたいんですか。うん、ママドール。なんか 5個入り、え、5個入りだった。そっか、もうちょっと買ってもらえる。あ、もう一個大きいのがあるんですね。でもあんまりさ、いっぱい頼んだら重いかなと思って、はい、試着したけど、次は大きいのいっぱい持って帰ろうかなって思いました。食べたい食べ物、もう買って帰りたいものですね。そうです。なんかも、うん、でもそっか、食べたい食べ物あれだ、私はあれが好きです。味噌カツ、ゆりちゃんと。あ、美味しかったですね。食べに行ったヤバトンみたいな。うん、ヤバトン美味しいです。あれはお昼に出てくれたら嬉しいなって思ってます。でも毎回名古屋のうん、ケータリング、お昼はヤバトン多いなって思うので、うん、ちょっと楽しみですね。楽しみは。はい、私、すごい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 。私はポキン言って大阪の551の豚まんです。出たよ。あ、これね、好きなんだ。好きですね。だから美味しいよ。しかも大阪は551買って帰ろうとすると結構長蛇の列で、毎回そう、時間がなかったりとか、ちょっとあ、これ並ぶよりじゃあ他のやついっぱい買って帰ろうかなみたいな感じで断念してしまうことが多かったので、そう、今回こそはお土産で買って帰りたいんです。無理だと思う。いやいやいや、挑戦しますよ。あの戦場に勝てるやつが少なすぎる。いや、そうなんですよね。絶対売り切れてるか、はい、終わってるか、終わってるか。もう悔しいんです。私たちはどうやったら551が手に入るの。でも今回もしかしたら誰か一人が代表して並んで、いいね、いいね、みんなのあれするっていうのもありじゃないですか。確かにそれはありかもしれない。なんかちょっといろいろ作戦練って、ちょっと本当に持って帰りたいなって。体調、体調作戦になってください。わかりました。言ってくれれば何でも動くんで、行きましょう。今回は絶対。はい、頑張りましょう。頑張りましょう。あと、リクローディさんのチーズケーキも。あ、出た。あれもめっちゃいいよね、本当に。好きですね。じゃあ最後一個。はい、海島さん、島崎さん、こんばんは。こんばんは。ドライブさんです。ありがとう。ありがとうございます。カリさんのメンバーの中で話しやすい方は誰ですか。だって、おお、私はね、さっきそれをね、喋ってて、はい、みんな一緒だなって思って、うん、確かに。そう、全員一緒で嬉しい。優しいからみんな。確かにみんな優しい。た中で、でもゆりちゃんは同世代ぐらいの子も多いじゃない、うん、そうですね。だからどうかなと思って。喋りやすい、話しやすいのか。一番喋る人とかでもいいよ。ああ、うん、でも、え、ま、何人も名前出しちゃう。一番って決められない。あ、いいよ、何人もでも。メイナちゃんめちゃくちゃ優しくしてくれる。優しくしてくれるんだよね。仲良くしてくれるから、うん、すごい、もう何でもこう受け止めてくれる、ちょっと優しい方。まあまあ、包容力のある子なので、まあまあ、結構話しやすかったりするし、まあまあ、あとは
ハルキュンとかが意外とそのなかなか年下で後輩でっていう子が今までいなかったのでめっちゃ話しやすい。私がちょっと年上ぶってるだけなのかもしれないですけど。いやでもさ、はい、あんまさ先輩感を出さないよね二人は、ね。出せないですね全然。もう面白い。そんな大先輩でもないんですけど、でもちょっと貴重な存在なので、ね、話してくれるので。うん、話してます。あなたが話さないと話してくれないよね多分。そうだよね、先輩だもんね。そうか、確かに。そういうのでちょっと割とたまに話してくれます。そう、みんないい子で優しいです、はい、イエーイ。ということでにきちゃんはもう4月から春ツアーが開催ということで、最後意気込み一言ずつ言っていきましょうか。はい、ゆりちゃんからどうぞ。ということで今回はですね、もうツアーの初日が私の地元の凱旋神奈川っていうことで、いやもう絶対にもう初日ってめちゃくちゃ大事なので、初日から勢いつけていけるように頑張りたいなって思っているんですけど、個人的にもいっぱい輝ける笑顔満開な、春ツアーにしたいと思います。グー、絶対来て、はい、損はさせないぜ。しゃ、よろしくお願いします。まつげギャンギャンだからすっごい上がってるから、気合入ってるから、ね、これで気合が伝わりましたかね。途中私も行こう。はい、ありがとうございます。開催できることがまず本当に嬉しいよね。嬉しいです。メンバーもいや終わってこう休憩するんかなってファンの方も思った方もいるかなと思うんですけど、私たちはここで満足してるわけじゃなくて、ここからが勝負だと思っているので、すぐにこうやってありがたいツアーっていうね、大きいライブが決まってるのが嬉しいです。みんながいるからこうやって開けてるわけなので、ちゃんと感謝の気持ちも込めつつ、ニキファミを増えるように頑張りたいと思います。超気合の春ツアー見ててください。頑張りたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。ということで、来週のニキラジもお楽しみに。せーの、ニキちゃん、ありがとうございました。